はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、まただいぶ間が空いてしまいましたけれども、やっていきたいと思います。ダーナが王家の谷を目指して、一人で行ってたんですけれども、アドルたちが追いかけてダーナと合流したところになりますね。で、合流したのでアドルはもう外して、ダーナで行きましょう。でこのツタを登っていけばいいのかな。ツタ登れねえし、ちょ待って、装備だっけ、あれダーナ何も装備してなくね、そもそも。ちょっと待って、防御力の高いやつからやっていけばいいかな。これは盗賊の腕輪にしよう。アクセサリーってなんだ、何装備してたっけ。とりあえずアドルが装備してるやつを外せばいいと思うんだよね。でアドルが装備してたやつをそのまま引き継ぐと。消費 SP3 分の2、あとはなんか失血耐性みたいなのつけてたね、これか。で違う、登りたいんだよ、登りたいから冒険具だ。でグローブと。まあもうこんなことはやめてくれよ。リコッタ、すごく心配した。でもよかったです、こうして合流することができて。先へ進みましょう。で前方に何かいるなっていうか、虫みたいなのもいるね。おっと、硬そうだなこいつ。とりあえず殴るか。結構タフだね。でもリコッターでやらなきゃいけないってことはなさそうか。あーブレイクしたか。いや硬いわマジで。えマジで硬いんだけどこいつ。いや倒すまでにさどんだけ時間かかんのよ。プロギアスって何、この変な虫みたいなやつ。虫は楽勝なんだよな。これも回収していきましょう。でまたこいつか。フラッシュガードが出てるね。これさもうなんか使っちゃっていいんじゃないか。割とすぐ溜まるからね。あれいない、いなくなった視界から消えたんだけど、悲しすぎる。えマジでいなくなったぞ。ここがなんかびっくりマークついてるね。あれなんだ、ちょっと待って、ちょっと待って、こいつは近づいてきてるから。必殺技ゲージを無駄にしてしまったからな。どこへ消えたんだ。そんな早く倒したとかないでしょう。いやータフだねーマジで。え、このびっくりマークなんだ。今地図上のさびっくりマークのところにいるんだけどさ、ちょっと見てみよう。クエスト、あバルクイラの討伐か。バルクイラってさっきの硬いやつじゃなかった。こいつ、こいつはハイドロスケイラ。あこいつだ、こいつ、こいつを倒せってことか。じゃあすんげえ行けばいいんだけど、こここそさ必殺技使っていいでしょう。よし2人巻き込んだ。必殺技もらったら絶対的な力をね持ってるわけじゃないからね。お両方ぴょってる。このうちに倒す。この交流種みたいなやつも、おお強い。あれここはバッテンがあるね。無理か、人が足りない。こっち側は特に何にもなし。ここ2段ジャンプで登れるね。このさ変なさ虫みたいなやつはさ楽勝なんだよ本当に。上に宝箱があるね。げなんかいる、変なマンモス、マンモスっていうかよくわからん。ダンディー、ちょっと待って、この使
おう。あれまだ溜まってない、そんなアホな、溜まってるよね。もうどん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 使っていこう、これは本当にすぐ溜まるから。そしてここら辺は普通の敵でも強いからね。ピヨッタで叩き込む、まあ、半分以上は溜まってるか。ダンディールの防角防角みたいなの手に入ったね。あ、ちょっと待って、その上に行って宝箱を回収したいけど、これあれだな、なんかギリギリ行けないパターンだな。絶対登れてるでしょう、これもう見た感じ。いや無理だ、登れない。さてこの先はハッチ、これはここはあれだな、沼地だな。ちょっとこっちを先に行くか。こいつはちょっと待って、届かない。あー、ブレイクしないと無理か。追いに行く、ダーナで落車はブレイクしてくれたね。ちょっとこちら辺を探索していきますか。またこいつがいるか。こいつはね、ザッパザコッパマジで。バルティートめんどくさそうだな。よし、そこまで体力は高くないか。これなんかこなしたいね、クエスト。まだこっちの方に行かないとダメってこと。これは確実に沈むね。冒険具で2段ジャンプはまあちょっと装備しておきたいから、これかな。全然見づらいんだけど。沈んでる、なんかどういう状態だこれ、痛い。すげえ見づらいんだけど、暗い。おー、いつの間にか敵が接近してきていたか。本当に見えないな、こっちの方とか。ちょっと常に攻撃をしながら歩いていく。水中の中では敵の方が有利だね。これでこっち側に出たってことね。 OKOKOK、 宝箱を回収しましょう。離礁石か。まあこういうね、素材は結構重要なんで、武器とかね、防具を鍛えるのに結構数を使うんでね。でまた潜っていくか。これ一気に潜れないのかな。徐々に沈んでいくしかない。とりあえず前の方のこの石を壊しにかかろう。本当なんか宇宙空間にいるみたいだな。で、あっちの方に宝箱があるね。お、ちょっと待って、全然見えない。これ地中を動いてるのか、敵は。ジャモンから手に入れた。で、ちょっとこっち行けるんだけど、先にこの宝箱を回収して。ちょっと待って、なんか何、波動砲みたいなのが見えたんだけど。茨のリストバンド、これは装備品かな。あ、ハイドロスケーラー。あー、なるほど。こいつは今あれか、水中でこの動きを活性化させてるのか。これさ、必殺技打ってる間にさ、落車か、なんか麻痺の属性をすんげえ溜めてくれてるね。で、それであれか、麻痺ってんのか。なるほど、最強のコンボだな。何も考えてないけど。おお、竜鱗いいね。竜鱗、原始肉もゲットした。で、なんかこっちの奥もあるけど、ひとまずここに上陸してみますか。全然上陸じゃなかったし。水中はマジね、見づらい、そもそも。うわ、待って、
地図を見ながら敵が接近してきたらもう攻撃をしつつ行くか。結構数はいるね。痛い。これ微妙にさ遠距離攻撃だからねこいつら。おお。あれ？でさあれじゃん？蜂の巣じゃん？ちょっと待って、蜂の巣ってさあれだよね、殺虫剤的なやつが必要だよね。殺虫剤なんて持ってたっけ？どっから殺虫剤使うんだっけ？殺虫剤の使い方を忘れたな。蜂蜜とかじゃないしね。ここら辺は食い物でしょ。でレシピとかあれ冒険具じゃない。一覧で見てみよう。殺虫剤的なやつ。殺虫剤って何に含まれるんだ。魚でもないしな。これは素材。え、殺虫剤ない。ちょっと待って、これ種。これ大事なものか。殺虫剤って、あ、あったあったあった。これこれどうすんの、どうすんだっけ。炊くと強力な煙を発生させると巣を破壊。あれこれどうやって使うんだっけマジで。装備とかだっけ。これ何、あこれはあれか、なんか姿が変わるやつか。あれ殺虫剤、いや持ってたよね殺虫剤は。本当に殺虫剤の使い方忘れたわ。あった？殺虫剤、殺虫剤。ココヤシ、マンゴーとかだもんね。で、これ食い物、岩塩。これ蜂蜜だもんね。殺虫剤、殺虫剤。で、肉肉、原始肉、パプリカ、ナスビとか、キャベツとか、シャイコンとか。なんちゃらの心得。あれ？これってさ、冒険具の装備数、足す1。これ何にもさ、使ってなくね？クエイカーを取得した。これも使おう。よし。でレシピも見よう。パイレーツディッシュ。あ、殺虫剤あった。え？蜂蜜を大量に手に入れたな。ああ、これであれか。先へ進んでいこう。親玉がいるな。落車。頼む。ダウンさせてくれ。オッケー。あれ待って待って待って、こっちやつがいる。待って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 、これはもう使おう。いややっぱりどん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 使っていくべきだね。その間に落車が。あれ落車だよねこれ、マジ貯めてくれてんの。事故ったかな。ブレイク。いやこれでまた半分以上貯まるでしょ。いや半分どころか 80% くらい貯まってるよ。で宝箱か。戦士の刻印4。あれでこっちの方に行けるけど降りるとどうなるか。ちょっと水の中とかもうちょっと見たいね。こいつ輝く粘液をすげえ持ってんな。アイテム的には悪くないね。今となっては輝く粘液ってそんなに必要ないのか。ただお敵が多すぎるんだけど。そしてさ高低差が合わないんだけど全然当たらんわ。誰かの遠距離攻撃が意外に役立ってる。こっちの方に進んでいきますか。いるねー。ちょっとお前じゃない。大物を倒しにかかろう。ちょっとお前じゃないってだから。どこ行った引いて。めちゃくちゃ吹っ飛ばされた。あ、泳いでる泳いでる。水中ではやつの方が有利だな。全然届かない。
そしていつの間にかめちゃ減らされてる。これは一回回復しよう。スキルじゃなくて、次こうしよう。失血してる？技使っちゃおうか。じゃあまた、アップになってよくわからん。何かをやっていることは確かだ。サク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 っと、であとはまた、よしよしよし。いやー、あいつ強いね。ハイドロなんとか。ちょっと待って、邪魔なやつが出てきた。向こうにも宝箱を発見。またいそうだね。完全にここはもう五段手だらけだな。泳がれるとな、ちょっときつい。動きは止まってた気がするけど、気のせいか。ハイドロスケーラーにあれを合わせよう。ターゲッティングを。でも使おう。あれ溜まってないって、溜まってんだか溜まってないんだかがよくわからんからな。これはもう絶対溜まったでしょ。ちょっともったいなかったかな。よし、竜鱗、竜鱗が意外に手に入ってるね。そして原始肉、やっぱり後の方になるとそれなりにレアアイテムは手に入ってくるね。で、宝箱を回収しましょう。星昇降成功賞っていうのかな、よくわかんないけど。で、あとはちょっとこっちの方も見つつ、1個前のマップでさ、まだ探索してないとことかあったよね。どうしようかな。だいぶ片したな。でもここはあのハテナになってるとことかね。これ何、浮いてるまだ。でこっちから来ましたってなってるけど、ちょっと一回戻る。先に進んでるんだか進んでないんだかいまいち分かんないな。で敵復活すんのかい。ここはとりあえずシカトできるのはシカトしよう。全然ジャンプできないわ。捕捉されたかこいつに。消えた。ちょっと待って、これかわせないんだよね。変なブレスみたいなの書かれると。また意外になヒットポイントが減ってきてるな。まだまだヒットポイントあるか。ここまでな、追い詰めたからな、倒したいよな。うお、ちょっと待って、これはねどうにもならないダメ、全然大丈夫じゃない。あとちょっと痛い。よーし。いやーでもこいつ立つと竜鱗が手に入るのはでかいからな。この段差のとこはいけないから、大体でも見つけた、大体探索はしたか。これ上とか行けないしね。じゃあちょっとまたこっちの方へ行って先に進むっぽい感じで行きますか。痛い追いつかれてる。いや沼の中の戦いはきついね。やっぱりどっちが多分敵が復活してるのかちょっとめんどくさいな。とりあえず必殺技をさ打ちながらさ行けばさなんとかなるかな。近づくやつはみんな叩き切る、容赦はしない。
そう思ってた必殺技ゲージがなくなってるし、あーハイドロなんとかな、あいつはな本当になシカトしたいんだけどな、そうもいかないか。まず1回もこれを叩き込もう。おら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 、ちょっと誰か麻痺を麻痺をためてください。いやだってこれさ半分減らないからね実際。言った？このうちにラッシュを叩き込む。よし、月影翼。いやマジでレアなものを持ってるのはねいいんだけどね。痛い、もうひどすぎるよこの魚みたいなの。あれ、ここは宝箱地域か。ちょっと待って、地図を少し確認しよう。エリア地図、ちょ待って、エリア地図どっち側に行けばいいんだこれ。逆側か。とりあえず走ろう。さ、浮いた方がいいかねもしかしたら。いやでも沼地から行かないといけないのかな。あっちから来たから右側から来たから、これこのまままっすぐ進むか。で、右の方はあれだよね、蜂の巣があったところだから。もう邪魔だこいつら本当に。で前方にまた廃業なんとかがいるね。宝箱もある。間違えた泳ぎモードか。泳ぎモードがねきついんだよね。射程に捉えてある、ギリギリ射程に捉えてある。なんとか当たってるって感じだ。分断はヒットしたかちょっと分かんねえな。なるべく横を取ろう、横。泳がれるとね、で方向転換してくるから、これどうにもならないんだけど絶対倒せない。これブレスか。ブレスとかもな倒せないんだよな。ガード的なものがないからね。フラッシュムーブとかなんかそこら辺でやらないとダメか。よーし、竜鱗をゲット。さて、さっきの宝箱を掘っていこう。月影翼2個。あれ、どっから行くんだこれ。これはあれか、浮けばいいのか。浮こう、ふわーっと。全然ジャンプが効かないからな。ああ、浮いた浮いた浮いた。あっちもなー、めっちゃめんどくさいからな。よーし、なかなかまたレアっぽいのを手に入れたな。でこの先に進んでいけばいいかな。ちょっとこっちの方も見つつ、こっちはあれだね、エタニア王国か多分。ん、この上とか行けんの。この上はいけなそうだな、ジャンプでは。ツタではない。ああなんかぽいとこに出たね。王家の谷。いつの間にか夕方になってる。首がないぞ。もともと首がないのか、それとも首をはねられたのか。
でもわざわざこのさ銅像のさ首だけ跳ねるっていうのもめんどくさいから、もともと首がないのかな。墓だから多分首がないよ的な。そうだね、ここで休憩してちょっと転移したいんだよね。転移、転移場所ないのかな。若干クエストとかこなしていきたい気がする。ああ、水晶石がある。ここは見えるんだけど。入れなかった場所なんだろう。墓場ってだけでも不気味なのに、よく一人で出かけたよな。そうですね。ダーナさんはおとなしそうに見えて、いつも大胆で思い切りがいいというか。要するに危なっかしい気がするな。ユンメル。いいの、オルガちゃんにもよく言われたし。でも私も最初からこういう性分だったわけじゃないよ。そうなのか。うん、まだ家族で暮らしていた頃にある事件があってね。いい、私の愛するダーナ、よく覚えておいてちょうだい。あなたのためにもその指輪は決して外してはダメ。私は幼い頃から予知の力が強かった。でもそれによって見えるのは祝福される未来ばかりではない。むしろ知らなければよかったと思うものの方が多かったように思う。その中には人の苦しみや悲しみを生み出すものも多く、まだ幼い私はその膨大な量に怯えて次第に塞ぎ込むようになっていった。そんな私を見かねて母が与えてくれたのがあるリフォーム。身につけたものの威力を抑制し予知の力を封印する指輪だった。ダーナ、よく聞いて。世の中には嬉しいけど理不尽で辛いこともたくさんあるの。大抵の人はそれを受け止めきれず、ある程度見て見ないふりをしているの。人の心は脆いものだから、それ自体は決して悪いことではないわ。でもあなたはとても優しい娘だから、それが上手にできないのよ。この指輪はね、あなたが普通に生きていくために力を貸してくれるわ。だから肌身離さずいつも必ず身につけておくのよ。指輪を身につけた私はそれ以降、他の子供たちがそうであるように穏やかで平凡なよう、温かく揺るぎのない両親の愛情に心地よく包まれながら。ところがある日、その事件は起こった。私と父が家を留守にしている間、納屋から上がった火の手は瞬く間に最愛の母の命を焼き尽くした。もし私が力を抑えていなければ、事件を事前に察知できたかもしれない。助けを求める母の声を聞くことができたかもしれない。私は自分を守るために力を抑えていたことを激しく後悔した。そして私は決心した。手の届く苦しみと悲しみは全て救おう。もう決して見て見ないふりはしないと。お父さん、私行ってくるよ。だって死者さんが来たお家は祝福を授かることができるんでしょ。それとね、大樹の巫女になれたらたくさんの人を助けてあげたいの。今度こそ
ダーナさんにそんなことが。あれ以来、苦しみや悲しみを助けなきゃ自分が消えてしまう気がして、それが怖くて怖くて、気がつくとがむしゃらに行動していて、おかげでオルガちゃんにはいつも迷惑かけちゃってたかな。ダーナね、たまげたな。なんつうか、かける言葉が出てこねえぜ。もう昔のことだから。それよりも、明日はいよいよ墓所の探索だよ。アドルさん、そろそろ休もっか。周辺のイベントポイントが地図に記されたと。まあ、ちょっと王家の谷、次回まあ入っていきますけれども、それまでにちょっとできるところのクエストは